それでは再開いたします。これから伊藤勘先生のご講演1時間10分ほどを録画、録音という形で配信をいたします。伊藤勘先生の講演タイトルは「The World After President Trump and Uncertain Society」ということです。 はじめにこのプログラム全体の趣旨をご説明いたします。このプログラムは名古屋商科大学ビジネススクールを拠点として現在実施しておりますグランドデザインバイジャパン第2期の2020年度の第1回フォーラムにあたります。COVID 19 ということで先の見えない世界における展望を得るためのさまざまな連続講演を行っておりますが今回は3つのご講演国際政治遠隔医療インドにおける公衆衛生と先端技術の融合この3つを行う中で伊藤先生には国際政治の観点から アメリカ国内政治に関すするご講演を賜りますこのプログラムはグランドデザインバイジャパンということで2010年度から実施しておりまして第1期は慶應義塾大学ビジネススクールを拠点にして行いました。 2020年度からは拠点を名古屋商科大学ビジネススクールに移しまして第2期を開始しております。伊藤寛先生の今回のご講演は通常と違いまして二通りのやり方で、えー、録音・録画をしております。 まず伊藤先生の講演内容を録画いたしましてその音声をこれから再録いたします。で、えー、実際のリアルタイムでご講演を賜りましたものを事務局私が講演録メモを作成いたしましてそれをスライドとして画像として 音声、伊藤先生のご講演の音声に合わせて提供いたします。このため、音声と画像というのが若干ずれる場面がございますので、あらかじめご了承ください。また、音声に関して、冒頭の10秒程度、音声が切れている場面がございまして、 これもあらかじめお詫び申し上げます。ということで、これから少し準備をいたしまして、伊藤先生のご講演を賜ります。少々お待ちください。それでは伊藤寛先生のご紹介をいたします。 伊藤寛先生は1953年生まれ、東京大学経済学部をご卒業のあと、アメリカ・コーネル大学で国際政治学を学ばれ、その後、ワシントンのビジネスコンサルティング会社で外交・経済アナリストとして勤務日本、日米の新聞雑誌に経済評論と外交分析をご執筆です。 えー、最近の近所としてはあ中国の核戦力に日本は屈服する自滅するアメリカ帝国歴史に残る外交三権人ビスマルク・タレーランド・ゴールといったあご著書がございます。 しむしろ逆にクラッシュ・オブ・シビライゼーションと要するに文明観のあのあり方の違いであのむしろあの分裂していくだろうと一極化するどころか多極化していくだろうとでハンティントンさんはだから国際文明があのユニバーサルなグローバルグローバリスト・カルチャー それからあのグローバルマーケットになるとは思ってなかったわけですね。でもう一つハンティントさんの偉いのはあの2004年に Who Are We と我々とは誰かという本を書いて、あのアメリカ人が価値判断できなくなっていると。 でアメリカ人っていうのはあの自分たちの,あの民主主義とか自分たちの自由主義それから自分たちの資本主義的なやり方を世界中に押し付けられていると思っ押し付けられるともしは採用させられると思ってるけれども逆にアメリカ人自身があの自分たちの価値判断とか自分たちが望ましいと思ってる体制というものをあの、うん あの確信でききななくなってきたと要するにアメリカ人自体がアメリカ文明自体がアイデンティティクライシスですねにあの面しているのだということをおっしゃってでこのままではあの保守派と進歩派もしくはリベラル派の対立が激しくなってアメリカは下手をするとあの内戦状態になるとそこまでいったんですね。 で、ハンティントンの偉かったこと,と,ところは僕が思うに1990年代にみんなが世界があの一挙極化してそれでアメリカニズムが。 ユニバーサリズムになって、それでグローバリズムになってというふうなことを信じたときに彼だけ反対したと、それからあのアメリカ人が自信たっぷりにあの世界中をあのマネージできると思ってたときに彼はアメリカ人自身がアイデンティティクライシスにあの直面するだろうとそういうふうに予言して、それで彼は国際政治学会でもう完全にあの叩かれて。 もうひど僕は横ちょっと観察しててこ,こ,こ,れこれまであのこ,これほどまで悪口言われて1人でハンティントンさん頑張ってすごいなと。で今日のテーマはあのユナイテッド・ステイツがディス・ユナイテッド・ステイツになってきてそれでバイデンはもちろんあの選挙にあの勝ってそれで日本の新聞とか自民党政府それから外務省 なんかはすべてバイデンになったからあのアメリカの経済運営も外交政策も正常化してね何一体何がノーマライゼーションなのかわからない僕はわからないんですけども日本政府の日本の官僚と政治家は良かった良かったとこれでまたノーマルになるとで僕は全くそう思ってなくてあのバイデンがなってもあのノーマルになるとは思わない,思わ,ないわけです。でむしろますますす分裂 あの傾向が強くなるであろうとそう思っているので今日はそのことを説明します。で最初にあの分裂傾向がああのあの顕著になる理由を3つあの説明しますね。でこれはあのすごく簡単なことで。あの 特に最初の2つはビジブルとタンジブルと要するに誰が見ても分かる理由で分裂して3つ目がちょっと分かりにくいんですけどあの文明的もしくは価値観的な問題であのあの分裂するようになるとでそれから後にちょっと具体的な話であ,のある意味でエンターテインメントなんですけれども2016年の大統領選挙で何が起きたかということが 日本人には伝わってないんですねで、2016年の大統領選挙でどんな ワシントントで、争いいがあったかととうことを日本のマスコミは伝えてないんですでなんでかっていうと、アメリカのマスコミが伝えなかったかです。で、なんでアメリカのマスコミが伝えなかったかっていうと、それは、あの、民主党にとって非常に都合の悪いことが起きたんですね、2016年に。だから、アメリカのマスコミは、2016年の選挙で何が起きたかっていうことを伝えなかったんですね。で、2020年の選挙でも、 やっっぱりアメリカのマスコミは伝えなかったんですそれで選挙をやって投票してみたら一応バイデンが勝ったということになってるんですけれども世論調査を見るとアメリカ国民の4割が,あのバ,インがバ,バイデンが勝ったと思ってないんですよ。 でこれがね1割、1割ぐらいだったら、これはいわゆるコンスピラシーセオリーですか、要するに陰謀説だと、陰謀説を信じているおバカさんがいるということで済ませられるんですけれども、アメリカ国民の4割がなんか変なことやっているとで、要するに正直にバイデンが本当にあの正当な選挙をやってあの勝ったかどうかはか信じてないと。でこれ4割が、ね、そういうふういふにし 思ううっていこのことに関してもアメリカのマスコミ特にニューヨーク・タイムズとかワシントン・ポストそれから CNN とそれから MSNBCCBS とかああいうのは伝えてないんですよ。 で僕がそのことをあの今日2020年の選挙で何が起きたかということを説明します。だから2016年の選挙で実際本当は何が起きたのかとそれから2020年の選挙で本当は何が起きたのかということをあの理解していただければなぜアメリカがこんなに分裂してきたのかと。 それでしかもバイデンがあの大統領になってもこの分裂傾向が止まるとは思えないとむしろますますあの進んでいくだろうとでその結果あのアメリカ外交とアメリカ経済政策のノーマライゼーションということは僕は起きないと思うんですだから日本の外務省自民党防衛省財務省はみんなああのアメリカはもう一回ノーマルな あのスーーーパパワーになってくれるだろうとで日本人はそれを期待してるんですけれども僕はあのアメリカがもう一度以前のようなあのいわゆるリライアブルクレディブルなあのスーパーパワーになるとは思わないわけですむしろ2020年代っていうのはあのますますディステイビライズディスユナイテッドな あの国にになるるだろうううといいうふうに考えてるんですねでそのことを説明したいと思います。それで最後にそのユナイテッドステーツがディス・ユナイテッドステーツになるのが2030年の国際政治にとって2030年までの国際政治にどういう影響を与えるかとそれで東アジアで我々日本人はアメリカの,あの軍事政策の,あの保護にあの依存していれば大丈夫だと。 いうふうに外務省防衛省自衛隊自民党は思っているわけですけれども僕はあのアメリカのが、まあ、ますます不安定な国になればあのそれが続くかどうかはあ疑問であると思ってます。で最初に,で最初にも戻りますとああの今のアメリカでなぜ分裂傾向が明らかになってきたかということで。 3つだけあの非常に簡単なことを言いますね。で1つはあの皆さんもご存知のように貧富の差の差拡大ですでこれはあのもう日本のマスコミでもあの伝えられていると思うんですけれども統計を見ると1976年ぐらいから貧富の差があの開き出してそれが加速化し始めたのがクリントン政権からです。 でクリントン政権からいわゆるネオリベラルなあの政策を取り出してでそのことによってあの例えば株主じゃなくてあの SNP500 とってアメリカの500社のあの利益がどういうふうに配分されてるかっていうと先あのブッシュのお父さんの政権の時まではだいたい あの4割ぐらいはあの従業員の,あの賃上げに向かうかもしくはあのリサーチエンドディベロップメントとか設備投資に向かってで6割ぐらいが株主に戻っあの分配されてたわけですけれどもあのオバマ政権の最終の年になるともう100%株主に株主に 渡されるとそれで従業員の賃上げとかあの設備投資にはいかなくなってきたと要するにあのちょっとあの普通の説明をしますと従業員がどんなに一生懸命働いても株主が全部利益を持っていっちゃうというシステムになったんですね。でそのの結果あのカルルフォニニア大学エエマニュエルサイズっていう 人に言わせるとあのトップ3人のアメリカ人がの資産があボトム50%のアメリカ国民の,あの総資産よりも大きいとそれからトップ400人の,あのアメリカ人の,あの資産というのは総資産はボトム60%の国民の総資産よりも大きいとそれからトップ0.1%層だと大体 ボトム85%ぐらいの国民が持っている総資産にあのと同じぐらい持っていると要するにト,トップ数百人もしくはトップ0.1%にあの巨大な資産がああ集まるようになったとでその結果アメリカの,あのいわゆる貧富の差があのヨーロッパとかあの 日本みたいな先進民主主義諸国よりもむしろあの中南米の発展途上国にあの似た貧富の格差になってたと。で例えばあのそれで例えばあの去年の去年の選挙のことに言いますで言いますと一人で 100,、えー、と100億円。 1>, 1人で100億円以上の政治資金をばらまいた人があの5人いるんですねアメリカに。で要するにその5人を合わせ5人のがあのばらまいた政治資金をあのあ全部足すと、えっと、全てで千数百億円のお金を政治資金をたった5人の 人がばらまいたわけですねでその5人の名前を言いますと,、えー、とラスベガスのカジノ業者のシェルドン・アデルソンとそれから元あのゴールドマン・サックスのマネージャーであの民主党の予備選に出たヘッジファンドのマネージャーのトム・スタイヤーとそれから 皆さんもご存知のブルームバーグってあのあの金融機関とそれから報道機関があるんですけれども彼も元ウォール・ストリートの金融業者ですけれどもあ彼も確か200数十億円ばらまいてるんですねそれからあとザッカーバーグザでザッカーバーグは自分の持ち株をあのザッカーバーグ・ファウンデーションというところに移してでそれであの自分の相続税とかあの をはっっきり言って相あの税金を減らすためにあの財団に移したんですけれどもその財団に移してあの毎年自由に使えるお金があの1ビリオンダラ以上あるんですね。で彼はそのうちの,あのマスコミの報道によると五百数十億円を去年の選挙でばらまいて。 でそののうちの9割は民主党側に行ってるとそれからいろんなファウンデーションいろんなところでノンプロフィットファウンデーションとかいうものを設定してそれでそこから政治資金を使っているソロスとだからあのアデルソンスタイヤーそれからブルームバーグソロスそれからザッカーバーグのこの5人だけで千数百億円使ってるわけででこれちょっと。 とんでもない話で要するにだって普通の政治家としてはあの対立候補に数千万円もしくは1億2億渡されるだけであの自分の選挙がものすごく不利になるわけですね。そうするとアメリカでは1年に1人で100億円以上の政治資金をもしくは数百億円の政治資金をばらまく人があの5人もいると。であの ちょっと話を早く戻しますとそれで、ね、要するに民主党と共和党の政治資金を見るとやっぱり9割ぐらいがトップ0.1%層から来てるんですね。そうするとあのアメリカの税金の法律はどうなってるかっていうとあのやっぱり。 あのビリオネアもしくはあの100億円以上持ってるセンティミリオネアですかとにかくものすごくお金持ちに有利なように税金の法,は法律が仕組まれててで僕は詳しくないんですけれどもあのヘッジファンド業者なんていうのは200数十の税金を逃れるあのやり方を持っててでどん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 減らしていって。 僕が聞いた話によるとあの自分の自分たちの利益もしくは所得の十数しかあの税金を払ってないとで普通のアメリカ国民が普通に働くと28%か32%もしくは35%の税,税率を払わなきゃいけないんですけれども不思議なことにそれよりもはるかに所得の高い年収数百億時には年収 1000億円以上の,あのヘッジファンド業者の方が税金少なくて済むと、それであのど,んど,んどんどん貧富の差が拡大していくわけですね。で、アメリカが分裂、で貧富の差の拡大っていうのがアメリカが分裂する一つ,の一つ目の理由です。で二つ目のの理由があの人種問題の悪化で であのアメリカというのはもともと最初から人種問題が悪いんですけれども、1965年と66年から人種問題、人種,あの人種比率の,あのビジブル、すごく目に見えるように変化するようになって、65年にあの公民権法案が通ってで、66年に移民法が通ったんですね。で移民法が通るまでは アメリカに毎年移民してくる人の8割が白人で,で、2割がノンホワイト、非白人だったわけですね。ところが、この移民法を改正して、数年経つと、この比率が8対2から逆に2対8になっちゃったと、つまり移民してくる人の2割が白人で、で8割は有色人種と。 ノンホワイトになってきたとであのその結果どうなったかっていうと1980年代まではアメリカの勤労者の、えー、と8割以上が白人だったわけですね。ところが1980年代から急速に拡大してあの白人の比率が減ってきて。であの 現在はすでにあの6割を切って五十数パーセントになってるんですね。で2年前からあの非白人がの,あの新規労働,労働力に限ってみると非白人があの過半数を超すようになったと。でこのままでいくと2040年か2042年頃にはあのアメリカの総人口のうちの,あの 非白人が多数派になるであろうとでしかも白人人口だけを見てみるとすでに少子高齢化現象が明らかになってきてでアメリカの白人はもちろん日本の白 あの女性よりは少しはあの子供を産むんですけれどもでも昔はあの1人当たり 2. 何人と産んでたんですけども最近は1.6人ぐらいしか産んでないんですねだからアメリカの白人人口でもあのその,あの少子高齢化現象が明らかになってきてそれで要するにアメリカ文明の主役が。 あの非白人に移っていくわけですでそうするとアメリカは最終的にはあのラテンアメリカに似たような国家になってきてであのそうするとあの人種問題が良くなるかっていうとああもちろん残念ながら良くならなくてで一番面白い統計がオバマが大統領になった年大統領になった年に あのアメリカの世論調査を見るとアメリカ国民の6割があの白人と黒人の関係は良くなるだろうというふうに世論調査で答えてたわけですねみんなあのオバマが大統領になってくれたから人種関係良くなるだろうと思ってたんですけれどもオバマの最終オバマ政権の最終の年の2016年になったら今後白人と黒人のあの 人種関係は良くなるかと言ったら白人と黒人の関係が良くなるって答えた国民は2割しかいなくなっちゃったんですね。ということは黒人のオバマが大統領になってあの白人と黒人の関係良くなったかっていうと逆に悲観的な人が増えてしまったと。で要するということは黒人を大統領にしてもあのこの,じあの人種問題っていうのは解決するような簡単な問題ではなかったと。 いうこととがあのちょっっ証明されてしまったんですねであのバイデン政権の今の最近1か月間のバイデン政権を見ると今アメリカに1100万人から1500万人の,あのいわゆるイリーガルなあの外国人もしくはアメリカ人はイリーガルって言うとよくないって言うんでアンドキュメンテッドっていうんですけどもアンドキュメンテッドフォーリナー。 とにかくあの非合法でアメリカに入ってきたあの移民に対してみんなあの永住権とそれから将来はあの8年後には市民国籍も与えようということを始めててもしこれをやるんだったらあのアメリカの人口の人口構成の非白人化っていうのはますます進むわけですね。で それを知ってかどうか、今あの、アメリカとメキシコの国境に移民が何十万人も押し寄せてるんです。でこれはみんな、あのホンジュラス、メキシコだけじゃなくて、ホンジュラスとかガテマラとかニカラガとか、みんなそういう話を聞くと、あの今がチャンスだと、今がアメリカに入るチャンスだと。でもう、バイデン政権はあのアンドキュメンテッドフォーリーな、もしくはイリーガルな。 あのイミグラントをどんどん合法化するらしいっていうんでどんどん,どんどんあの今国境に押し寄せてきてそれで収容所がなくなって大変な状態なんですけれどもで僕はこれどこまでやるつ,つもりなのかなとであのバイデン政権はそれがヒューマニタリアンだとおっしゃるんですけれどもあの僕から見るとあのすでにトランプ時代に悪くなっていたあの この白人と非白人の対立特に白人と黒人の対立をますます激化させるような方向に僕は行くと思いますそれから3つ目が非常に難しい問題で説明しにくいんですけれどもあのアメリカ人のアメリカの普通の国民が価値観を共有しなくなったと。 で単にね価値観を共有しなくなっただけではなくてあの道徳的道徳的な判断にあの共通の基準があるとは思わなくなったんですね。でこれは非常に怖いことであのそれを彼,彼らはあのバリューレラティビズムとか呼ぶんですけれどもあの道徳的な判断っていうのはそれ人それぞれだからあの相対的なもので。 一方的にあの社会とか学校とか企業が押し付けられるものではないと。であのとにかくわ社会というのはあの最終的には、ね、共通の価値判断、特に共通の道徳的な基準というのは成り立ちうるんだと。 いう前提がないと社会の運営ってこれうまくいかないわけですよね。ところがあのこ,この傾向が始まったのは1960年代なんですけれどもそれから60年経ってみたらあのそういうオブジェクティブ・トゥルースとかね客観的なあの心理それからオブジェクティブ・リアリティ客観的な現実とそれからオブジェクティブ・ファクト 客観的な事実で,でそれは全てね見る人によって違うということを言いだすでこれをあの知識人たちはあのポストモダン現象とか言うんですけれども要するにポストモダンっていうのはそういうあの問い詰めていくとあの刑事上的な価値判断っていうのは存在しないんだと。 刑事上的なあの価値規範いいうものは証明できないんだとだからエブリシング・ディペンス・オン・ユーと、ねいつアップ・トゥ・ユーと、あんたが決めなさいと。で、それを自分がどう感じるかであの決めていいんであって、客観的なあの事実とか客観的な見方っていうのはないんだと。で、これを続けるとどうなるかっていうと、あの政治におけるあの議論とか、 対話っってていうのが不可能になってきたんですねであのこれは僕はでアメリカのマスコミはこれはトランプのせいだって言うんですけれども僕はトランプのせいではなくてでトランプがあの出てきたのはなぜ彼があの2016年に当選したかっていうと彼はエスタブリッシュメントとかアメリカのマスコミのことをフェイクフェイクと言ったわけですね。お前らフェイクだと でアメリカのマスコミ人はフェイクだとでアメリカの学者もフェイクだとでアメリカの政府高官が言ってることもフェイクだとでそういうふうに全部嘘じゃないかと言ってそれがアメリカの庶民の拍手喝采を浴びたわけなんですけれどもそ,そのその底辺にあるのはみんなうすうすとね 客観的なこの世の中には客観的なあの事実、客観的な現実、それから客観的な真理っていうのものはありえなくて、みんな自分に都合のいい真理、自分に都合のいい事実だけを見て理屈を言っているだけだと。で、これは僕はあの非常に恐ろしい現象だと思うんですね。で、あのハンキンズンさんが2004年に「Who are we?」と。 いう本でそれを指摘されたんですけれどもその時にはあのあんまり問題にならなかったんですけれどもあのハンティントさんが亡くなって10年ぐらい経ったらやっぱりこれ本当のことだと。でこのあの対話が成り立たなくなるとどうなるかっていうと。あの アメリカの新聞、雑誌を読んでいる方は、すでにお気づきになっ,ているなってらっしゃると思うんですけれども、キャンセルカルチャーということを言い出したんですね。で、で、何かっていうと、自分に気に食わない議論と、それから自分に気に食わない事実と、今は全部キャンセルだと。で、お前なんかと口きいても無駄だと。向こう行ってくれと。お前なんかと口きくつもりはないと。言って、キャンセルして、 相手をシャットダウン、して黙らせようとする、もしくは相手が何言ってもぷイって横向いて、もう聞く耳を持たないと。 これキャンセルカルチャーっていうんですけれども最近数年間のアメリカっていうのはキャンセルカルチャーになっちゃったわけですね。でこれは僕から見てるとこれはやばいなとで。しかもあの貧富の差が拡大してそれで人種関係があのだ,んだ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 ん分裂する方向に向かっている最中にあの対話が成り立たない要するにオブジェクティブファクト。 オブジェクティブ・トゥルースというものは客観的な真理なんていうものはないんだというような態度でみんな自分に都合のいい理屈だけを叫び立てて相手の言うことには耳を傾けないというキャンセルカルチャーになったらこれはもうアメリカ議論が成り立たないわけですね、この国で。で、そういうね、あの非常にあの不健全なあの政治状況、社会状況になってきてしまったと。 でこれがあのアメリカが分裂していくだろう、今後も分裂を続けるだろうあの主な三つの点なんですあの要点なんですそれで次に2016年と2020年の大統領選挙で何が起きたかを説明しますでこれをあの伊藤さんはい今あのオッケーオケーいいか,かはいはいどうぞ話の前半に関して質問 簡単な質問が。はい。ありましたら、はい、それを。皆さん。挙げてください。はい、どなたか発言されたい方は。いらっしゃいますか。手を挙げてください。いらっしゃらないですか。伊藤さんは少し息をついて、はい。あの息をついて。はいはい。あの、してください。よろしいですか。 他の方はい石井ちゃん、はいでは石井さんお願いします言うとお聞きしてご発言くださいすいません非常に初歩的なことなんですけどはいはい。はいはい、先ほどのその政治資金をまあ百0ミリを以上一人出すっていうのはわかるんですけどこれはどうして法律的に可能なんですこれって集配というかあのねだからね金で買ってるわけですよね,ねあのね それ方法が2つあって、あのー、あ3つだあのねザッカーバーグのはすごくあのずる賢いからまずザッカーバーグファウンデーションが出してるんだとでファウンデーションが、あのー、選挙を要するにせ、あのー、より良くするために、あのー、お金を出してるんであって政治,政治献金ではないと言いながら お金がが流流れれたたととところを見ると9割が民主党の関係者に流れたとでだから財団を使ってファウンデーションを使ってそろスもそうなのそろスもファウンデーションを使ってあの自分に有利なところにお金を流すわけですだけど政治家個人の選挙本部にお金出してるんだから政治資金と見なさないでくれとでも実際にはお金が流れてるわけです。でもう一つはスーパーパパックって聞いたこと があると思うんですけどもスーパーパックにお金を出すとスーパーパックは自由にばらまけるわけです、何十億でも何百億でも。だから、個人としてあのお金を出すと、もちろん厳しい制限があるんですけれども、スーパーパックに何億、何十億ぶち込んで,で、そのスーパーパックいくつでもできるわけでしょ、だから一人で5つも10個もスーパーパック作ってでで、スーパーポリティカルアクションコミュニティね、でスーパーパックを作って、そこからどん,どん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 お金を流せばいいと。 それから3つ目が、えっ、ー、とね、俗に言うね、これ一番た立ちが悪いんだけど、3つ目の,あのお金のばらまき方が一番怖いんですけれども、えっ、ー、とね、501C と、500C と、501C、CCC、1、501、501、5, 5 0一の C というあの、これ税金の法律の、 第501項の C という条項でこれが恐ろしいことにあのソーシャルジャスティスとかソーシャルウェルフェアとかヒューマンライツとかそれからエンバイロメンタリとリストとかリズムとかフェミニズムとかそういうねあの要するに社会的にプログレッシブな名目をつけた団体にお金を寄付するときは何億円寄付しようと匿名でいいと。 いいう恐ろしい法案があるんですねでこれでね例えば 501c 50のお団体にお金をばらまくと例えばウォルで実際にねウォール・ストリートのヘッジファンド業者が 501c ののを使ってあの上院議員と下院と上院の重要議員にお金を出してるんですよ。 だけど、でででで出出せせるるわわけけすすねで何億円でも出せるわけですそうすると例えばあの、ウォール・ストリートの有名なヘッジファンド業者が、なんて言ったっけな、ポールなんとかとか言ったの、なんとかポールか、とにかくあのネオコン系のねあの、ヘッジファンド業者があの、自分の言うことを聞かせたい、あの会員と上院の小委員会の委員長とか、 いう連中に何億円かずつ配りたいと思う時には彼らはあのヒューマンライツのをやっているグループとかそれからフェミニズムをの運動のグループとにドーンとお金を出すんですねそうするとそのフェミニズムのグループなりヒューマンライツのグループなりあのエンバイルメンタリストのグループはもちろんそれを言われたお金を会員と上院の重要議員に あの配るんですけれどもその時にそ,そ,その組織はウォール・ストリートの何々さんからあなたのところに1億円来ましたよと2億円来ましたよとそうすると議員は自分が誰から何億円かもらったか分かるんだけどだけどドネーションを出した段階では一切表に出さないしそれからそういうお金の要するにパイプ役を務めたヒューマン・ライツ・オーガニゼーションでもフェミニスト・オーガニゼーションでも 表に出す必要ない,ないですから結局ねごく一部のそのお金を出した人とお金を受け取った上院議員の下院議員の有力者議員ですねそれからそのお金の,あのミ,ドルミドルマンとしてお金を渡したその 501C のオーガニゼーションのトップの連中ねこの数人しか知らないわけ。 でしかも数億円、選挙のたびに、いや、選挙のたびどころじゃなくて、毎年ですよ、だから別に選挙のない年も、この 501C を,を通して、あのああの匿名の大,あの大量のお金が毎年、あの議会の有力議員に流れてて、でしかもね、すべて合法なんですよ。でね、あのね、 元シンガポールの国連大使でマフバニーとかいうおじさん聞いたことないですか？あるでしょ。あのねシンガポールのナショナルユニバーシティの教授かなんか今やってるんですけど、でねマ,マフバニーさんはアメリカのこういうシステムのことをね、this is legalized bribery と、でアメリカのシステムは this legalized corruption と、要するに合法化された腐敗であると。To. で要するにこの 501c を使う以上あの出した方ももらった方も贈賄した方も収賄した方もあの一切あの起訴されないんで要するに訴追されないわけね。でエブリティングズリーガルと。だけど実際は賄賂渡してるわけでしょ。だけどそういういねあの おお匿名でおあの有力な議員にいくらでもお金を毎年ばらまけるというシステムが合法化されてるからでし,しかもね民主党党もも共和そそれを直そうとしないんですよだからもうこれねだからこういうだからスーパーパックとか財,財団とか 501C を使うともうあの政治的な腐敗は止まらないわけです。 はいわかりましたありがとうございます、はい、石井さんありがとうございますはいそれでは後半の話に続けてよろしいですかはいえっとじゃあえっと2016年と2020年にあのアメリカの政治で何が起きたかということを喋りますね。 でこ,のこっちの方が僕は最初の話より面白いと思うんですね。というのはあの、この話を聞いてくればあの、アメリカの政治っていうのが、あのここまでやるのかと。 いうとにかく2016年と2020年の大統領選挙っていうのは僕があのワシントンに三十数年住んでて一番すごかったとで何がすごいかっていうと腐敗がすごいわけですね。でとにかくね2016年まず二千十六年に何が起きたかっていうと3月にあのヒラリーの E メール事件と電子メールですね事件っていうのが発覚したんですね。で何かというと ヒラリーが国務長官やってる最中に国務省のコンピューターシステムを一切使わなかったと。で国務長官っていうのはすべて連絡は国務省の管理するコンピューターを使ってあの連絡しなきゃいけないんですけども彼女は1回も使わなかったんですね。で全部自自宅ののサーバーバを使って自分の 管理する e メールのシステムを使ってあの国務省の,あの通信をやり取りしてたわけですね。ここでまずあの国家あの機密あの保存法に違反,違反してるわけですよ。だってアメリカのナショナルセキュリティの,あの機密保存の法案に法律によると機密文書なり機密の通信をやり取りするときは全て政府の あのコンピューターシステムをと使ってやり取りしなきゃいけないんですけれども、ヒラリーは国務長官になった日から辞める日まで一切拒否して、全部自宅のサーバーを使ってあのやり取りしてたんですね。で、彼女は国務長官時代に全部で6万数千通の E メールをやり,たり,しやり取りしたんですけれども、そのうちの3万1千通をすべて消してしまったと。 要するに最初彼女は最初から自分の国務長官時代に自分が何をやってたかという記録を残したくないから国務省の E メールシステムを一度も使わなかったんですね。そうするとあの不思議に思うのはそれはなんでそんなことするのと。なんであの自宅の,あのサーバーを使ってそれで3万数千通1 0通かな3万,数3万3万0千通忘れたけど3万通以上の,あの イメールを消す必要があったかというと。ヒラリーとビルクリントンはクリントンファウンデーションというものを作って。で、あの、そこで、全部で三千数百億円の。あの、お金を集めたわけです。で、この三千数、数百三千、確かね、七百億か八百億円。なんですけれども。のうちの。で。 あの本当の事前要するにクリントン・ファウンデーションというのは事前事業をやるという名目でお金を集めたんですけれども実際の事前事業に出ていったのはあのい,い,い,ろんないろんな人が調査したところによると数パーセントにすぎなかったとそうするとクリントン・ファウンデーションに集められた3000数百億円のお金のうちの9割はクリントンとクリントンの部下と。 のと関係者が山分けしたわけですね。で、これがクリントンファウンデーションで,で、しかも困った、あの、ヒラリーにとって都合の悪いことに、あの、ヒラリーが国務長時間、国務長官時代に、クリントンファウンデーションの集めたお金の、少なくとも3分の1、千数百億円は外国から来てるんです。要するに、彼女は国務長官をやりながら、 外国政府と外国の大企業と外国の金持ちから千数百億円あのお金を集めてたんですね。で彼女はその自分が E メールでやり取りしてクリントン・ファンンデーションにいくら払い込めということを外国政府と外国の企業それから金持ちとやり取りしてたんですけどもそれが国務省に残っちゃまずいから。 全部あの自宅のサーバーでやり取りしてて、で、それで千数百億円、あの、外国から集めたわけです。それでそれが、あの、3月にバレちゃったわけです。誰、誰かがヒラリーは一度も国務省の E メールを使わなかったと。で、しかもクリントンファウンデーションは、あの、ヒラリーが国務長官やっているとき千数百億円外国から集めてるとおかしいと。で、 えっとそれで何が起きたかというと4月から6月にかけて FBI がクリントン・ファウンデーションとこのヒラリーの E メール事件に関して捜査したんですけれども実際には捜査しなかったわけです。というのはヒラリーはもうあの当時のコミー FBI 長官と仲がいいからコミー長官に捜査しないで全部もみ消せと。 であの要するにあの司法取引っていうのをアメリカはす,でにやすぐにやってそれで司法省も FBI の捜査官もあの犯罪を捜査するときに非常に不思議なことにお互いに弁護士を立てて弁護士がこことこれは捜査させるけどこれとこれは捜査させないという取引をやるわけですね。 それで、ものすごく変なのは、ヒラリーはもちろん当時、あの、すでに民主党の大統領候補になるっていうことはもう100%ほとんど確定してましたから、FBI も司法者も、しかも、あオバマ政権でしょ 民主党政権の司法省と民主党政権の FBI が民主党の大統領候補のその E メールを全部消してしまった件と、それからお,かお金を千数百億円、あの外国から集めたのを捜査するかって言とも,もちろんしないわけです。それで あのいかにも捜査をやったようなふりをしながらあの結局あの、ヒラリーの証言というのはこれはもう弁護士同士で決めた証言をさせてでしかもヒラリーとヒラリーの秘書とそれからヒラリーの部下56人が使ってた全部で15台のコンピューターとあのスマートフォンをすべて破壊することを FBI は許可したんです。そうすするると要するに ヒラリーとヒラリーの秘書と、あの、スタッフと、それから使ってたスマホとコンピューターって一番重要なんですけれども、それを破壊する、要するにね、FBI が犯罪捜査やっているときに犯罪者が自分の証拠品を破壊してもいいという許可を出すというね、信じられない捜査なんですけれども、それをやって、あの、 結局、6月末か7月頃にあに FBI の長官のコミーがこれはもうあの捜査は終わって犯罪の,あの容疑はないというふうに言ったわけですね。で、それで終われればよかったんだけどあのそこでロシアが出てきたわけ。で、ロシアの,あのスパイ機関が何やったかっていうと。 あの、ヒラリーのキャンペーンの事務、事務所、事務長だったジョン・ポデスタっていう男に、あの、いわゆるフィッシング E メールを送って、で、ポデスタはおバカさんだから、その E メールをクリックして、あの、自分のコ,コ,コンピューターをロシアのスパイ機関に、あの、全部、あの、な中身をロシアのスパイ機関に取られちゃったわけですね。そうすると、 あのロシアのスパイ機関はそれをあもとにヒラリーがどこの国からどのぐらいお金を取ってたかという E メールをそのポデスタとそれからヒラリーの秘書数人からあの盗み出してそれでヒラリーが例えば エチオピアから何億円取ってたとか、モロッコ政府から10億円取ってたとかね、そういうのをどん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 マスコミにリークしてきたわけです。で、ヒラリーはそのロシアのスパイ機関によるリークのおかげで、一時的に窮地に追い,追い詰められて、それで彼女が考えたのが、これが信じらんないんですけれども、トランプとロシアが共謀して私の選挙を不利にしているということにして、全部ロシアのせいにしようと。 それでこの窮地から脱するためにはトランプとプーチンの間にあの陰謀があるとで私を落選させようというだから私はあのこのロシアが流してきたあのポデスタのとかヒラリーの秘書の E メールはすべてあの偽物ででっち上げで私がこういう目に遭うのもトランプとプーチンの間にヒラリーを落とそうとする陰謀があるからだと言ってあの 全部あの自分の E メールとクリントン・ファウンデーションのスキャンダルをロシアのせいにしようとしたんですね。それで、その時に2016年の7月に FBI 長官の,あのブレナンが手書きのメモでホワイトハウスの,あのオバマにあのヒラリーが変なことを企んでいると。 要するに自分の資金集めとそれから E メールを全部ロシアのせいにしようとしているから注意するした方がいいとオバマに警告する手書きのメモがこれは去年の夏に公開されたんですよ。これ本物ですあのが ヒラリーが変なことを企んでて、全部あのロシアのせいにしようということをあのかあの認識してたんですね。だけどヒラリーはそれでもやめずに、8月にあのイギリスの MI6 というスパイ機関があって、MI6 のスパイ機関にクリストファー・スティールという名前のロシア担当官がいるんですね。でこのロシア担当官に トランプとプーチンの間に陰謀があったっていうでっち上げのレポートを書かせてでそのレポートをあのマスコミにリークしたりそれからそのレポートをもに FBI に捜査させればトランプ政権のスキャンダルとしてあの表に出してそれで私の選挙が有利になるというんであの8月9月の段階でこのイギリスの MI6 の MI 長官と、それからその長官の元長官と、それからその元長官の下で働いていたロシア専門家のクリストファー・スティールをに偽物の,あのレポートを書かせたんですねで。実はクリストファー・スティールのレポートっていうのは、実はヒラリーの部下の3、4人が書いたもので、クリストファー・スティールはあの捜査なんか何もしてないわけですよで。何もしてなくて名前を貸しただけです。要するに自分が書いたっていうことにしていいと。 それで、クリストファー・スティールは確かね、1600万円かな要するにか、そのレポートを書いてもいないのに、自分の名前を貸して自分が書いたということにして、1600万円受け取ったわけですね。で、で、結局、それで、そのクリストファー・スティールが偽のレポートを書いて、それをどうしたかっていうと、今度、クリストファー・スティールは、それをアメリカの国務省に持ち込んだわけです。そうすると、アメリカの国務省に、ビクトリア・ヌーランドと、 いうロシア担当官の女がいて、このビクトリア・ヌーランドっていうのは、あの旦那が、えーとねえー、とロバート・ケイガンというやつで、ロバート・ケイガンというのはあのネオコンの,あの大物で,で、ネオコンの有力な言論人というと、リチャード・パールとロ,あのロバート・ケイガンと、それからビル・クリストル、ウィリアム・クリストルって、この3人が一番有名なんですけれども、あの2003年の イラク戦争もネオコンの連中があのイラクがあの核兵器を作ろうとしていると化学兵器を作ろうとするしているという偽嘘のプロパガンダをやってそれでそれが原因で2003年のにあのブッシュ政権は戦争してで戦争してみたら何もなかったわけですね。でとだけどとにかく2003年の時にすでにこういう嘘をつくあの活動をしてアメリカを あの全く不必要なイラク戦争に引きずり込んだあのロバート・ケーガンの奥さんがビクトリア・ニューランドというあのロシア担当の時間補で,でこのロシア担当時間補のビクトリア・ニューランドがこのクリストファーい偽物のクリストファー・スティールのレポートを FBI と議会に持ち込んで トランプとプーチンがこんな変なことをやってると。で、あの、それを、あの、元に、今度 FBI がトランプ陣営に対する盗聴を開始したんです。で、なんでかっていうと、FBI は普通、もちろんだから選挙に介入しちゃいけないわけで、FBI は。だから大統領候補の、大統領陣営の敵の陣営の電話を盗聴すると、それからコンピューターの E メールを全部盗むと。 いうのは、FBI はもちろんやっちゃいけないわけですね、そういう政治介入は。で、それにもかかわらず、外国の政府のスパイとして活,や活動している恐れがあると、疑惑があるという理由をつけるならば、あのトランプ陣営のあの捜査を、あのト,トランプ陣営に対するスパイ行為をあの合法化できるわけです。で、FBI はそれをやったわけですね。で、うん、あの 長すぎる。長すぎる。オッケー。長すぎる。2020で、あと10分ぐらいでまとめる。じゃあね、じゃじゃごめんなさいね。で、とにかくね、それで結局ね、何を言いたいかというと、2016年のこのあのヒラリーの、e、メールが元にこの事件が発あの発展して、それで結局ね、国務省、FBI、それから司法省、CIA が全部参加して。 トランプとプーチンの間に疑惑があったと陰謀があったとでそのせいでヒラリーは選挙に選挙に負けたんだというあのストーリーお話ねナ,レナラティブお話をでっち上げてそれでトランプが当選したとたんにいわゆるトランプのロシア疑惑というものをもうだってトランプは1月に2017年の1月に 大統領に就任した途端に FBI とあの司法省と議会、民主党はこのト,ランプトランプのロシア疑惑って言い出したでしょ、でこれはその前の年のあのに,に起きたことが原因で、それで彼らはトランプとロあのプーチンの間に陰謀があったとっいうこと,でことをあの理由としてトランプをインピーチして引きずり下ろせると思ったわけですね。 それであのミュラーという FBI のコミーの前,前任者のがあのいや捜査をしてそれで2年近く捜査してそれで下院はインピーチしたけど上院で結局何もなかったとでしかも司法省の,あのインスペクタージェネラルというポジションがあってそれは司法省の内部を捜査する独立の,あの,法,律あの法律事務所なんですけどそのインスペクタージェネラルが出した 500ページぐらいの報告書によるとあの FBI は明らかにそのト,ランプをトランプ陣営をに対するスパイ行為をやるときにあの12回,12回あの法律違反の行為をやっていたと。で要するに結局あのトランプのインピーチメント自体が FBI とあの司法省とそれから民主党によるでっち上げだったことが 明らかになったんですねでそれから12去年の選挙に行きますねで、去年の選挙で何が起きたかっていうと9月の末にあのニューヨークポストっていうアメリカで4番目のあの読者を読者数を持つニューヨークあの新聞があのジョーバイデンの息子のハンターバイデンという あの息子がラップトップのコンピューターを修理屋に預けてそれで忘れてしまってでそのラップトップのコンピューターの内部にジョー・バイデンとハンター・バイデンが中国政府から数十億円の賄賂を受け取ってたという情報それからそ,その情報を あの立証するハンター・バイデンからと中国,中国政府と中国の金融機関のやり取りの E メールが何千通も入っているというニュースを流したんですね。でしかもあのこのニューヨーク・ポストの,あの説明によると FBI はその前の年の12月にこの,あのハンター・バイデンのノートブックコンピューターもしくはラップトップコンピューターを ハンター・バイデンのコンピューターを修理した修理屋さんから受け取っていたと、そうすると、FBI は2019年の12月からあの、このバイデン親子が中国政府から数十億円のお金をあの受け取ってたという情報をあの受け取っあの、所有してて、それに関して一切捜査しなかったと。 で要するにでしかもあのあのでで、その我々がそういう証拠をもも握ったということをやっぱりバイデン陣営に通報,し通報してたんですね。でこれがなんで問題なのかというとニューヨーク・ポストが選挙の結果を変えるような大スキャンダルですね。 要するに大,体大統領候補が外国政府から数十億円お金をもらってるんですからものすごい大きなスキャンダルでしょ。ところがアメリカのマスコミはすべてそのあのニューヨーク・ポストに,に出たあの報道を完全に無視したわけですね。共和党員は騒いでそれからアメリカの FOX ニュースというのも騒いだんですけれどもアメリカの新聞とそれから FOX ニュース以外の放送局はすべて無視したわけですね。でしかも もっと奇妙なことに、ニューヨークポストに、この,あの記事が載ったという情報が、Google と Facebook と Twitter と YouTube から全部消えてしまったわけですね。そうすると、2020年の10月の時点で、普通の人がハンター・バイデンの、あの、 記事がニューヨーク・ポストに載ったらしいからニューヨーク・ポストをにアクセスして読んでみようと思っても Twitter とか Google とか YouTube とか Facebook あのあのを使っても一切アクセスできないと要するに情報のシャットダウンですねそういう事件が起きたんですねってことはどういうことかっていうとあのそういう民主党の政治家を保護するために あのマスコミとそれからシリコンバレーのインターネット産業が全部あの共同するとああの一緒に動くというシステムができてるということが、まあ、明らかになったわけです。でしかもあのこれ早くやめますけどもあのなんであのこ,の、ま、あのこの前の選挙で40%の国民があの信用しなかったかっていうと全部で 1>, あの1億5500万票の大統領の投票が起きたんですけれども、があったんですけれども、そのうちの半分以上が郵便投票なんですね。で、メールバラットっていうのは、実はものすごくいい加減で、要するにアメリカではどの州でも郵便投票したいからっていうと、誰でももらえるんです、投票用紙を。でしかも投票用紙をもらうときに、自分の あのアイデンティティカード要するにドライバーズライセンスとかああいうの見せなくてもいいわけですだから誰でももらえるわけですねでしかもあの全部で要するに8000万票近いあの郵便投票があ,あったからそれをいちいち署名を調べてるわけにはいかないというんで受け取った あの選挙管理委員会は署名が本物であるかどうか。それから、それを投票した人が本人がやってるのかどうかを調べもせずに、どん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 票の計算をしたわけですね。で、しかもおかしなことに。あの。民主党はあのバロットハーベスティングというテクニックを使って要するに。 投票をまず投票用紙をばらまいて、誰かに投票にサインさせて、しかもそのバロットハーベスティングっていうのは、たった1人で何十票、何百票も集めてきて、選挙管理委員会に持ち込む活動員なんですけれども、そういう人たちは何やるかっていうと、何十票か何百票か持ち込む,持ち込むと、持ち込んだ分だけお金もらえるんですね。 そうするとその選挙かあの、選挙に協力してるってことであの、彼らはお金もらってるんですけど、彼らとしては、偽物の票でも何でもいいから、あの大統領の投票をでっち上げて、何十票、何百票でも持ち込んだら、それでお金もけ、OK、になるわけでしょ。 だから、ここで要するに本物の投票なのか、それともあの虚偽の投票なのか分からないような票がもう何十万票、何百万票もあの紛れ込んでるわけですね。でしかも開票するときの,の開票をやった人たちも公務員ではなくて皆さん、アルバイトなんですで。時給10ドルとか15ドルで確か15ドルで雇われているアルバイトの人たちが あのとあの開票をやってるわけで,でしかも11月3日の火曜日ですから、普段は働いてない人たちがやってるわけですね。普段は仕事を持たずに、ぶらぶらしている人たちがあの、日給、時給何ドルか日給何ドルで雇われて開票しててで、しかもそれをスーパーバイズする人がいないんですね。で、要するに監視カメラも置いてないわけ。そうすると、 要するに投票した段階で本当の票があったのか、だったのか偽物だったのか、それは分からないし、それから開票していた人たちが公務員じゃなくて、その日雇われた日雇いのアルバイトの人たちだから、本当にきちんと計算してるかどうかも分からないわけですね。だから、しかも半分以上が郵便投票だったわけでしょ。 そうすると、元大統領だったジミー・カーターは、数年前にあの選挙,選挙コミあの規則に関するコミッションの委員長をやってて、郵便投票だけは絶対やっちゃいけないと、郵便投票をやると、必ず不正が起きると、で投票所に行っても不アメリカでは不正が起きるのに、郵便投票なんか始めたら、あの全く信用できないと。 いうあのレポートを出してたんですねだから民主党の元大統領のジミー・カーターが郵便投票なんかやってた,やったら不正行動や不正行為やり放題だと言ってたのにあのそれをやってしまったと。それで結局あの最終的に話をもうあの時間がないからあのあれですけれども。 要するにけ結果的にどうなったかというと共和党員の8割が今回の選挙は正当だったと思わないと、違法な選挙,選挙であると。それから インディペンデントって共和党と民主党にも所属しない人たちの25%がやっぱり違法があったとで、しかも民主党の投票者の15%もなんかおかしいことが起きたと、不正行為があったと、そうするとアメリカ国民の40%が去年の大統領選挙はあの正当なものではなかったというふうに感じてるんですね。であの2000で 僕から見ると2016年の大統領選挙がかなりおかしなものだったんですね。それで去年の大統領選挙もひどいと。そうすると何でかっていうと民主党も共和党も特に民主党がそうなんですけれども最初からルールを守るつもりがないんですね。でこれ最後にあの付け加えますけれどもアメリカの大統領選挙が何でこんなひどいかっていうとアメリカでは大統領選挙のルールっていうのは 各州の州議会が決めていいんです。どういうふうに投票して、どういうふうに開票して、どういうふうに計算するかというのは、各州の州議会が決めていいんです。そうすると、民主党と共和党と、要するに州,州の議会をかあのコントロールする政党が変わるたびに、大統領選挙の,あの規則と投票方法も変わるんです。で、今回問題になったのは、 ミシガン州それからペンシルバニア州それからあのウィスコンシ,シン州あとネバダ州で州の議会が決めたあの選挙の投票のやり方とそれから開票のやり方を州政府があの別の党がコントロールしてるから州政府が決めたあの投票の方法を州,州,州,州議会が決めた投票方法 規則を州政府があのあの守らなかったと、それで訴訟を起こしたら、あの民主党の,あの支,配支配しているあの州裁判官はべ全て拒否したと。で、結局、あのね、問題はね、それですでに500人以上の人があの今回の あの実際に選挙に参加した人で今回の選挙では選挙違反があったという500人以上の証人がいてそれであのアフィデイビットって言うんですけれども宣誓書に署名してあの不正を捜査してくれという嘆願書をあの司法省と FBI と各州の警察と検察に出したんですけれども今回は あの検察と警察が500人以上の人がアフィデイビッドを出したのに一切捜査しなかったと。でそれはもうあの普通の庶民の立場から見ると最初からこれは捜査するつもりがなかったんだろうというふうに感じさせるようにな事件あのやり方だったんですね。で あの僕自身は実はトランプの支持者ではなくて2016年も2020年もあのサンダース候補の支持者だったわけでトランプの味方をしてるわけじゃないんですよ。でサンダースの選挙本部には2回続けあの2016年も2020年もあの十数回献金してるわけですね。 だから僕はもうトランプの見方はしないし、もちろん民主党の見方もしないで、でサンダースっていうアウトサイダーの見方をしてて、あの今回の、だからあのトランプが別に負けても構わないとはっきり言って、っていうのはトランプっていうのはかなり性格以上の人ですから、トランプが次の4年間大統領を続けるのは僕は望ましくないと思ってたんですね。だからバイデンというあの中国政府から あの賄賂を取っていったことが明らかであるあの男が大統領になってもトランプが次の4年間続けることを考えるとやむをえないかもしれないと思ってるわけであのトランプにあと4年間大統領をやらせたかったわけではないんですけれども however、ね、今度の選挙とそれから4年前の選挙のやり方を見るとこれはちょっとあまりにもひどいんじゃないかと。 いうののが僕のあの印象なんですねでこれは要するにこのこの最近2回の選挙を見ても要するにアメリカっていうのが本当に法治主義の国家であるかはどうかは怪しいしそれから民主主義をやってるとあのこういうふうな最終的にはこういうふうになるのかと。 であのやっぱり民主主義とはだん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 あの堕落してくるんですねやり方が。で特にアメリカみたいにあの共通の,あの価,値価値判断とそれから共通の道徳判断というものが成り立たないいわゆるポストモダンの状況になってくると結局あのこういうひどい選挙戦になってで結局だから民主党と共和党は選挙が終わった後も リコンシリエーション、お互いに仲良くして国を統治していきましょうというね、リコンシリエーションの,あのプロセスが動かないんです、ここ,こまで来るとね、だからもう負けた共和党としても民主党と協力していい国家を作っていこうと、それから負けた共和党の投票者も、 民主党が正しいきちんとしたやり方で勝ったんだから民主党の政府に協力しようというモチベーションが起きないわけですね。だからあの今まで続いてきたあのいがみ合いが今後ますますひどくなるだろうと、それからバイデン政権もこういうやり方で選挙に勝ったんだったら、これはあのリーダーシップのあるあの政治というのはできないとそういうふうに思います。はい、はい どうも、時間をあの急いでいただきまして、申し訳ありませんでした。ではい、骨格の機会ですので、少し時間を延長いたしまして、はい、次業を行いますが、村西さん、いかがでしょうか、質問ござい、あれコメント、ございますか <laughs> 村西さん、いない あすいませんどうも。はい。えっと、そうですね、えー。大変面白いお話ありがとうございました。いろんいなこと、はい、あの聞きかじってはいたんだけれども、なんか詳しくは分からなかったことが分かってきて、あの大変あの参考になりました。でですね、はい、なんか今のお話を全体的に見てみると、民主党と共和党の支持者たちというものは、 伝統的にはあの共和党の人々があのイスタブリッシュメントの人々でというふうなあ<ー>され方をしてきたわけなんですがあああそのトランプの時代にはその共和党っていうものは相当その異質な要素が生じてきたんだなというふうなことがより明瞭になってくるわけではい、はい、そうすると政党の枠組みというのはまあ民主党もそうでしょうけれどもそれ以上に共和党が、はい これからどうなっていくのいくんでしょうかというふうなことを疑問に思ったんですがいかか。がでしょうかあそれがね、ものすごく面白くて、もう僕は共和党のねじれ現象と呼んでいるんですけれども、要するにブッシュの息子の時までは、共和党は一応エスタブリッシュメント層が支配してて、一般民衆がそれについていくと。 いうスタイルだったんですけれどもブッシュの、ブッシュの息子の時の最終時期にティーパーティーとかいうのが出てきてで、ティーパーティーはもちろん明らかにアンチエスタブリッシュメントなわけですね。だから、あの時から共和党の一般投票者がエスタブリ共和党のエスタブリッシュメント層に対して憎しみを抱いているということは実は明らかだったんですね。で、トランプはそれ,をそれに乗っかったわけで、 だからトランプがアンチエスタブリッシュメント層の投票者を集めたわけじゃなくてアンチエスタブリッシュメントの心情を抱いてたあた共和党の普通の投票者っていうのはあの最初からいたんですね。で今の共和党に関して言うならば共和党の一般投票者の8割はアンチエスタブリッシュメントです。うんで 要するにエスタブリシメントのリパブリカンを支持する共和党の普通の投票者というのは2割しかいないんですね。ところが面白いことに上院下院を見るとまだエスタブリシメントグループが多くてで上院の場合は僕が見るに8割はいまだにエスタブリシメントグループで,で露骨にトランプなりティーパーティーなりのあの アンチエスタブリッシュメントの政治家を支持する上院議員というのは今のところところが下院になるとあの表向きは下院議員の6割か7割はアンチエスタブリッシュメントの方に味方しててそれであのチェイニー副大統領の娘のリン・チェイニーみたいに露骨にあのエスタブリッシュメントの味方をする人は せいぜいぜ割割か3割になってるんです、ね、ところがところがね、下院議員が秘密投票をやると、まだエスタブリッシュメント層を支持する人が5割か6割いるんですよ。ところが、自分の名前を出して、あの記名投票でやるとな、下院議員の7割ぐらいは、一般の投票者が怖いから、アンチエスタブリッシュメントのリパブリカの方向にあの投票するんですね。であのもう一回言いますとだから あのね、共和党はだから上院議員はまだエスタブリッシュメントグループが圧倒的に7割か8割でそれから政治資金を集める政治資金のマネージャーもやっぱりあの7割8割はエスタブリッシュメントグループなんですよ。ところが一般投票者レベルでは逆にこれがせや逆転して8割がアンチエスタブリッシュメントで。では この,この人たちはだから例えばあの上院のリーダーの道間カのなんか全然信用してないんですよ。であの今の,あの議長の下院の,のリーダーの前がポール・ライアンですかでライアンも全く信用してないしそうするとあの共和党っていうのは完全に分裂状態で,でお金だけから見るとエスタブリッシュメントグループの方が 優勢に立ってるんですけれども、票の計算で言うとアンチエスタブリッシュメントが8割と。だから圧倒的にもう、あの投票者レベルで言うと、圧倒的にアンチエスタブリッシュメントの政党になってます。うん、伊藤さん、どうもありがとうございます。はい。多分は話足りない部分がございます。と思いますので。はい また改めて応答に関しては、あるいはこれをイメールをこう通して、ディスカッションを少しお願いできればということと、はいはい、それからまた折を見て、こういう形で続編を行っていただければ、ありがたいので、今日はそはイントロダクションという形でお話をいただいたという理解で進めます。はい。はいはい あのご質問等があれば、後ほど、お心ところにまとめていただければ、はい、それを伊藤さんに関して、えー、討議を続けようというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、はもう深夜にやっていると思いますけれども、はい、はいえー、ご体調に気をつけて、はいどうもありがとうございました。ははいいい、はい、どうも失礼いたします、はい それではですね、これから10分間休憩を取ります。そして次、香川大学の原先生にファイルを共有しながらお話しいただきますけれども。